人は僕に居場所をくれた。2年前に母さんを失って顔も知らなかった父に引き取られて、たまたま僕に見つかった IS 適性。以来僕は IS 開発の道具として生かされてきた。名前と性別を偽って IS 学園に来たのも、父の会社の宣伝と世界で唯一の男性の IS 操縦者に接触し、そのデータを盗むためだった。だけど僕の秘密を知っても、あの人は僕をかばってくれて、僕のために怒ってくれて、僕がこの学園にいられるようにしてくれた。そう、一花が僕にこの場所をくれたんだ。だから恩返しがしたい。一花のためだったら僕はきっと何だってできる。何だってしてあげたいんだ。インフィニットストラトス、オリジナルボイスドラマ、ホワッツヨアモーニング、織村家で朝食を。はい、いちか、召し上がれ。いただきます。は、うん、どうかな、僕の作った唐揚げは。ん、うん、普通にうまいぞ。普通か。いちかに、おいしいシャルの手料理は最高だよって言ってもらいたかったんだけどな。いちかって料理が得意なんだよね。ずっと織村先生と二人きりで暮らしてきたからなんだろうけど、分かってたけどハードル高いな。はあ。ごちそうさま。ん？どうしたシャル。唐揚げの出来に納得できなくてね。そうか？普通にうまいぞ。普通じゃダメなんだってば。そっか、シャルって唐揚げのハードル高いんだな。いちかは何が足りないと思う？何が足りないって言われても、これはこれで普通にうまいしな。だから普通じゃダメなんだってば。そうだ、いちかに唐揚げ作ってもらってもいいかな。え？俺に？いちかが作ってるのを見れば、自分の料理に何が足りないのか分かると思うんだ。俺だって特別な作り方してるわけじゃないぞ。いちかにとっては当たり前でも、僕にとっては特別かもしれないでしょ。そういうもんか。そういうものなのね、いいでしょ。分かったよ。やった。あ、でも材料がないな。じゃあ買いに行かないとね。サラダ油オッケー。鶏肉は向こうか。なんかこうしていちかと二人で買い物してると、恋人同士、もう通り過ぎて新婚さんみたいだよね。なんか、かなり幸せかも。お、ラッキー、もも肉が安いな。胸肉じゃなくて今日はこっちを使うか。あ、でもいつも通り作るんだったっけ。なあシャル、新婚さんといえばやっぱりあれだよね。シャル、あなたお帰りなさい。おいシャル、ご飯にする？それともお風呂？それとも私？いやーいやー、なっちゃって。おいシャルってば。え、な、何？胸とももどっちがいい？胸？いつもは胸なんだけどさ、今日はももで行こうと思うんだけど。いつもは胸なの？けどもももいいんだよな。シャルはどっちがいい？僕が選ぶの？な、シャルに選んでほしいんだ。じゃあ胸から優しくお願い。わかった、胸肉な。え、胸肉？ああ、胸肉。ごめん、何の話？唐揚げに使う肉の話だよ。何だと思ったんだ？何って、
いちかのエッチ。なんでだよ。あ、いちかいちか、伝説の唐揚げの素だって。へえ、鶏肉にまぶして電子レンジでチンでできるなんてすごいね。日本人って何でも作っちゃうよね。ああ、それか。どうしたの？前にそれ使ってみたんだよ。確かにすぐできるし、見た目もそれっぽくできたんだけど、ちふゆ姉に出したら怒られたっけ。手を抜くな、このバカ者が、って。織村先生、家でも厳しいんだ。確かにちふゆ姉が好きな味じゃなかったしな。あ、そうだ、マヨネーズとニンニクも忘れないようにしないと。マヨネーズとニンニク？これがないといつもの味にならないからな。あ、織村先生が好きな味なんだね。なあ、よくわかったな。わかりたくなかったけどね。はあ、肉はだいたい 3,4 センチくらいの大きさに切って、できるだけ同じ大きさにする。揚げる時間を均一にするためだよね。そうしたら醤油に酒にニンニクに生姜、それとマヨネーズを入れたタレに鶏肉を入れてよく混ぜるっと。マヨネーズを入れるのはどうして？マヨネーズが鶏肉の表面をコーティングして、揚げるときに水分が蒸発しにくくなるんだってさ。そうすると肉汁たっぷりのジューシーな唐揚げになる。なるほど。じゃあこのまま30分ぐらい置いて味をなじませてから揚げるぞ。いただきます。お、召し上がれ。おいしい。衣はカリカリなのに中からものすごい肉汁が出てきて、何これ、本当に唐揚げなの？そんな大げさな、大した料理じゃないよ。金もかかってないしな。うんうん、お金かけないで美味しく作れるってやっぱりすごいよ。毎月の食費が決まっててさ、オーバーしようものならちふゆ姉に怒られたし、かといって中途半端なもの出しても怒られたからな。必要に駆られて覚えたってとこだよ。それができちゃうのがすごいんだよ。やっぱりいちかっていい旦那さんになるよね。ダメダメ、旦那さんより料理ができない奥さんなんてダメに決まってるじゃない。あ、奥さんか。どうした、シャル？なんでもないよ。いちかの唐揚げ美味しいなって味わってたの。そうか、ならいいけど。もう一つもらうね。なあ、ゆっくり食べてくれ。今お茶入れてくるから。ありがとう。あ、そうだ、後片付けは僕がやるから台所そのままにしといてね。ほとんど終わってるぞ。え、さっき料理作ったばっかだよね。唐揚げ作るのに油とかいっぱい使ったし、まな板とか包丁とかも。料理しながら洗い物もしちゃったからな。全然気づかなかった。飯食った後って動きたくなくなるだろ。片付けが面倒になる前にやっちまおうって思ってさ、気づいたら料理と片付けを同時に終わらせるようになってたよ。嘘。何このハイスペックな家事能力は。いちかの奥さんになるためには生半可なことじゃ無理なのかもしれない。まあこんなの毎日の繰り返しっていうか習慣みたいなもんだから全然大したことって。シャル、何三つ指ついて頭下げてんだ。お願いします、どうか僕に料理を教えてください。え、あ、いや別にいいけど。はい、いちか、味見をお願い。あ、もうちょっと醤油が欲しいかな。いちかはちょっと濃いめがいいんだ、男の子って感じだね。それじゃお醤油をひとたらしっと、もうひと煮込みかな。なんかシャルもすっかり日本の料理に慣れてきたな。煮物系は特にね、基本アクを取りながら焦げないように弱火でじっくりだから意外と簡単なんだよね。味付けも醤油とお酒とお砂糖をベースにして、それにお味噌を入れたり生姜とかニンニクとかの香辛料を使ったりだし。おお、すっかり覚えたな。いちかのおかげだよ。そうだ、今度僕の知ってるフランスの料理にも応用してみようかな。こ
このままじゃシャルの料理が全部日本風になっちゃうな。いいんだよそれで。一花以外の人に料理を作る予定なんてないしね。あ、でもシャルのフランス料理も食べてみたいな。え、フランス料理って言ってもお母さんに教わった家庭料理だから、一花が想像するようなのは無理だよ。いや、俺もフルコースとか出されても困るから、普通の家庭料理の方が嬉しいよ。そう?おう、シャルがフランスでどんな料理を食べてたのか気になるし、俺も料理のレパートリー増やしたいからな。料理のレパートリー増やして、折村先生に食べてもらうんだよね。なあ、よくわかったな。わかりたくなかったけどね。でもそうだよね、一花には料理教えてもらったし、僕も一花に食べてもらいたいかも、お母さんの料理。じゃあ今度頼むぜ。うん、なんかこういうのっていいな。一花が僕に料理を教えてくれて、僕も一花に料理を教えてあげて、お互い相手のためにできることで支え合って、つがいの鳥のようにいちかとずっと一緒に生きていけたら。そう、例えばだけど、ぶどう園を見下ろす丘の上の一軒家で、僕は旦那様の帰りを待ちながら料理を作るんだ。シャル、今帰ったよ。おかえりいちか。すぐにご飯だよ。今日はいちかの好きな唐揚げなんだ。お、そりゃ嬉しいな。何かいいことでもあったのか。別に、ただうちの旦那様はいろんな女の人にモテちゃうからね。フランスに引っ越しても油断できないから、ちゃんと胃袋を掴んでおこうって思っただけ。何言ってんだよ、そんなことそんなことあるんだってば。え、ホウキからエアメール届いてたよね。祭りが近いから日本に来ないかってさ。セシリアから電話あったよね。キツネ狩りの季節だからイギリスに来ないかってさ。リンからメールが来てたよね。酢豚作ったから中国まで食べに来いってさ。ラウラが会いに来たよね。パリのジャパンエキスポに行くから一緒に来いってさ。やっぱりモテモテじゃないか。昨日だって千冬お姉さんとずっと国際電話してたし、一花の奥さんになっても苦労が絶えないよ。シャル、何？お、一花、何急に抱きしめたりして。お前と一緒になってよかったよ。いきなり何言うのさ。お前の不安を取り除こうと思って。まだ不安か。ううん、もう大丈夫けど、今度はちょっと火傷しそうかな。そっか、火傷するか。火傷しちゃおうかな。シャル、いちか。シャル、いちか。シャル、いちかって、なんか焦げ臭いような。おい、シャル、シャルってば。いちか、なにこの煙。大変、鍋を火にかけてたの忘れてた。うわぁ、冷たい。逃げるぞシャル。ねえ、でもいいから早く。何をやっておるか、このバカ者が。あ、チフィネ、今家に着いたよ。折村先生だ。お前らの後始末のおかげで私はまだ仕事中だぞ。ごめんなさい。まったく、寮内でボヤ騒ぎなど前代未聞だ。明日からの特別強化メニュー楽しみにしておけよ。とびっきりのやつを用意しておいてやる。お手柔らかにお願いします。一時帰宅とはいえ羽を伸ばそうなどと思うなよ。分かってます。じゃあな。はあ、シャルは大丈夫かな。お、いちか。シャル、いちか、ごめんなさい、僕のせいで。いいって、俺も不注意だったんだから。でもお互い様だよ。そんなことより勝手に寮を抜け出していいのか。バレたら特別メニューじゃ済まないぞ。どうしても
いちかに謝りたかったから。シャルは真面目だな。だって俺は本当に気にしてないから大丈夫だって。うん、わかった。いちか、ありがとう。じゃあ寮まで送っていくよ。そうだね。あれ、いちか、まだ焦げ臭いけどお風呂入ってないの？シャワー浴びる暇もなかったからな。あ、しまった、風呂沸かすの忘れてた。まあ一日くらいいいか。ダメだよ、結構匂うよ。そっか、じゃあシャワー浴びてくるか。あ、そうだ、いちか、あそこ行こう。あそこ。あそこ？お風呂屋さん。いちか、いる？ああ、いるよ。こっちすごいよ、僕以外誰もいないの。貸し切り。こっちもだよ、ちょうど空いてる時間だったみたいだな。二人だけの貸し切りだね。そうだな。なんか世界中に僕たちだけになっちゃったみたいだよね。おいおい、大げさだな。いいでしょ、そんな感じがしたんだから。銭湯って広くていいね。気に入ったみたいで何よりだよ。ねえ、いちか、前にもこんな風に二人でお風呂入ったよね。いや、あれは僕ね、男の人とお風呂入るのって初めてだったんだよ。そうか。すごくドキドキしちゃった。でも嫌じゃなかったよ。嬉しかった。いや、あのな、シャル、いちかはどうだった？僕と一緒にお風呂入って。シャル！え？な、何？いちか、俺たちの声、バンダイさんに聞こえるから。静かに入ろうな。な！もう、人がいるならいるって教えてよ、いちかの意地悪。そんなこと言われてもな。恥ずかしくてなかなか出られなかったんだからね。顔がちょっと赤いな、のぼせたか？うん、かも。でも大丈夫だよ。おっと、ごめん。いいって、ほら、危ないから捕まってろよ。え、じゃあお言葉に甘えて。ぎゅ。いちかの手、おっきいね。男だからな。いちかの手、温かいね。風呂に入ったばかりだからな。そうなんだけど、そうじゃなくて。ほら、帰るぞ。もう遅いから寮まで送るよ。あ、そっか、そうだよね。じゃあ行くぞ。ちょっと急がないとな、門限ギリギリになりそうだ。ちふゆ姉に見つからなければいいんだけどな。無理かな。明日から特別強化メニューなんだよな、きついんだろうな。おい、シャル。え、何？どうしたんだよ、なんか上の空って感じだけど。あのね、ちょっとお母さんのこと思い出して。お母さん？うん、買い物行くときとかこうやって手をつないで一緒に歩いたなって。お母さんの手、温かくて柔らかくて大好きだったんだ。そっか、いいお母さんだったんだな。うん、楽しくて幸せだったよ。だけど思い出しちゃった。え？もう優しくて温かいお母さんの手はないんだってこと。お母さんと一緒に歩くことなんてもうできないんだってこと。いちかの手がこんなに温かいから、いちかが僕に優しくしてくれるから、思い出しちゃった。僕が寂しいんだって思い出しちゃった。
シャル。すごく寂しいんだ。一花のせいなんだからね。大丈夫だよ、シャル。俺がいるから。一花。ねえ、まだ帰りたくないな。いや、でもな。ねえ、一花。あのね、僕、もうちょっとだけ。ん？あ、門限過ぎた。どうしよう。どうしようか。困ったね。困ったな。ぼや騒ぎだけでは飽き足らず、無断外泊とはな、なかなかやるじゃないか、デュノア。ごめんなさい。謝る必要はない。女なら好きな男ぐらい奪ってみせろと言ったのは私だ。もっとも教師の実家で陰口にふけろとまでは言ってないがな。そんなこと、僕ずっと寝ちゃってましたから。冗談だ。あいつにそんな度胸があったらこれほどこじれていないだろう。せいぜいお前を自分の部屋で寝かせて、あいつはリビングのソファーで寝ると言ったところか。織村先生は何でもお見通しなんですね。姉だからな。はあ、やっぱり最大の敵はこの人だよ。さてデュノア、これがお前に追加される特別強化メニューだ。受け取れ。こんなに不服か。いえ、そんなことは。確かに無断外泊と不純異性交友未遂の罰としては足りないかもしれないな。どれ、倍に増やしてやろう。そんな。精進しろよ小娘。お前たちの最大の敵はそう簡単に倒せはしないぞ。もしかしてさっきの聞こえてましたか。ではグラウンドまでダッシュだ。はい。そういえば、一花の奥さんになるってことは、織村先生をお姉さんって呼ばないといけないんだよね。それってかなり大変なんじゃ。ここで諦めちゃダメだ。僕だっていつかきっと。遅い、もっと急げ。はい。一花、僕頑張るからね。